セクション3、ラグランジュの未定常数法の考え方についてです。ここで先週考えた例題を思い出しましょう。条件 x の2乗足す y の2乗イコール10。それで2変数関数 fxy イコール xy の最大値を求めなさいと。こんな例題ですね。別の言い方をすると、 この条件のもとで2変数関数の最大値を求めてくれと。そういうことです。先週は条件がちょうど円周上動くというもの,ものであることからサインとコサインをうまく使えば処理できますと。そういうことに着目して問題を解いたんですけど、今回はいろんな状況で使える方法、つまりラグランジュの未定常数法というものの考え方を説明します。 で、それを説明するために、条件のことを忘れてしまいましょう。しばらくは条件のことを忘れます。ここはなかったものとしましょう。で、その条件がなかったとして、2変数関数、これの最大値を求めるということを考えていきましょう。そういうことを考えたいんだけど、いきなり最大値を求めろとか言っても、それじゃよくわからないから、じゃあ、例えば関数の値が0になるのはどういうところなのかなって。 こういうところから考えていきましょう。これは x ける y が0となるような点はどこですかっていう話です。で、これは簡単にわかるように x=0 または y=0 となるような点 xy ですで。このことから xy=0 という等高線は x 軸または y 軸となります。 ここは xy=0 ですね。このようになります。別の言い方をすると、x 軸、y 軸上にどこでもいいから点を取ったらどうなるかというと、まあそこ上の点を xy としてみると、そこでの関数の値は0となる。こういうことです。ちなみに今ここで書いているのは関数の定義域を書いてます。 定義域は今回平面 R2 ですね。このようになってます。じゃあ関数の値1になることはあるのかっていうことを考えましょう。これは xy=1 というもので、でこれ式変形すると y=x 分の1となります。つまり x と y がこのような関係にあるところ。 で、別の見方をすると、関数 x 分の1のグラフだと理解することができるから、それはここですね。こんなところになります。で、これが xy イコール1。つまり、関数の z イコール1の等高線と思ってもいいわけですね。つまり、ここに双曲線が書かれているわけですけど、この曲線上の点を どこでもいいから考えてあげて、まあ、それを xy と置くと、そのとき関数の値は1になるよってことです。まあ同様に、今度はじゃあ例えば関数の値が5になるような点はどこでしょうかってことです。まあそ,そもそもあるのかなってことだけど、それは xy イコール5となるような点だから、y イコール x 分の5と、このようになります。 でこれは簡単に絵を描くことができて、この場合はここになるということです。で例えばですけど、えっと、x 座標がルート5、y 座標がルート5になるようなこ、例えばこういう点を通るということも簡単にわかります。同様に考えると、2変数関数の値が例えば9になるようなところはどこになってるかっていうと、こんな風になるということがわかります。 でもここまでの考察で何がわかるかというと、2変数関数イコール k となるような点。まあそういう等高線。別の言い方をすると、xy イコール k となるような点全体のなす集合は、例えば k が1だったらここになってるけど、k を大きくしていくと、第1証言では右上の方に、第4証言では左下の方に。 どんどんグラフが移っていくということがわかります。だから、この二変数関数は最大値を持ちません。実際、この例えば今、対角線上に点を取ってますけど、右上の方に点をどんどん取っていくと、その関数の値はどんどん増えていきます。条件を無視してしまえば二変数関数というのは最大値を持ちません。ところが、 当然ながら今、今の問題、条件がついてるんですね。だから条件を思い出しましょう。条件は半径ルート10の円状に点が乗ってるよというものです。これを考慮して、二変数関数の最大値を考えていかなくちゃいけない。それでやっていきましょう。えっ、ー、と、改めて先ほどの例題をここに書きました。さあ、これで解いていきましょう。 先ほど最初は一旦忘れてたんですけど、条件を思い出しましょう。この条件は、それを図示すると、ここの赤の円ですね。3箇所ありますけど、赤の曲線上に乗ってるっていうのが、これが条件です。で、この条件下で、例えば関数の値が0になる,のなることがあるのかどうか調べてみましょう。 でまず条件をもし無視したとしたら関数の値0になるのは x 軸上と y 軸上でしたただし今は条件がありますだから赤のところにもの乗ってないといけない結果的に青の直線と赤の曲線の共通部分交点を考えればいいもしもここの点を xy として選んだらまさに関数の値が0になっているところだということがわかります じゃあ次、関数の値が1になることはあるんでしょうかで、もし条件がなかったとしたら、ここの双曲線上の点を選べば、関数の値が1になるっていうことは、まあ、先ほどし確認しました。でも今は条件がついてるから、赤の曲線上、円上に乗ってないといけない。だからもしも、その青と赤の交点である、ここ。 ここの点だったら条件を満たしつつ関数の値が1になっているえ。つまりえ、この点を xy と書くと fxy イコール1になるとえ。こんなことが分かりました。じゃあ次にやるの考えるのは関数2の場合はどうだろうってことです。例えば2の場合だったら、条件無視したらこういう曲線上に乗ってたら関数の値が2になる。で、さらに 円周上に載ってたら OK ってことですね。条件を満たすということで、えー、絵で描くとここの4点あるけど、そこの4点のいずれかの点だったら関数の値が2になる。じゃあ3の場合どう ?4 の場合どう ?5 の場合 ?6 の場合 ?100 の場合どうなってるのかというと、一般的に考えている数を大きくしていくと、先ほども言ったんだけど、この青の曲線は、第一証言だったら右上の方に。 えっと第3証言だったら左下の方にその数値を大きくしていったらいずれ交わる瞬間が出てくるんですねでそれがまさに右に書いてるところでその時の値を k と書いてますちなみにこの k の値をもう少し大きくしたらその瞬間その条件を満たす点はなくなってしまいますだからこう交わってる瞬間がまさにこの2変数関数の値が 最大にななってる瞬間なんですね今知りたいのは当然ながらこの青の曲線と赤の曲線が接しているその瞬間のその K の値なんですけどこれを求めるのは残念ながら難しいその代わりより求めやすいのは接点っていうんですかね2つの曲線が交わってる点そこの座標は少し求めやすくなってますでそこの点を AB と置きましょうで以下ではこの 点 AB ををどううやっってて求めるかっていうのを説明しますで。これを求める方法がラグランジュの未定常数法ってやつです。改めて目標を書くと、この点 AB を見つけるというのが目標です。だからこの点 AB っていうのをこれを見つけたら、なんで嬉しいかというと、K の値は A×B。このように求まるからです。だから点 AB を求めましょう。 少なくとも点 a b バチッと求まらなくても点 a b の候補はあの求めたい。候補の見つけた方を正確には説明します。どうやるかというと、まず、2変数関数の議論を使いたいから、半径ルート10の円という見方をせずに、gxy イコール x の2乗プラス y の2乗を引く g と、このように置きましょう。そして、 半径ルート10の円っていうのは gxy イコール0とこのように置き直すことにしましょう。高さ0の等高線ですね。で、ここに書いてある,あるのは点 ab で最大値になっているときの絵です。で、そのときちょうど青の曲線と赤の曲線が接した状態になってます。で、このときまず何が起こってるのかっていうのを説明します。これは共通接線を持っている。 例えば接線このように書くと、これは青の接線であり、赤の接線です。ということは、赤に対する、方線ベクトルは、こうなってる。で、青に対する方線ベクトル。まあ、青の曲線に対する方線ベクトルですね。点 AB における。それはこうなってる。これ、接線を共有してるから、方線ベクトルが平行になってます。つまり、グラーディアント F と、 グラディアント G が平行になっているということが分かります。正確にはグラディアント F じゃなくてグラディアント F の点 AB における対応するベクトル。で、こちらの方もグラディアント G じゃなくてグラディアント G の点 AB における対応する束縛ベクトル。このようになっています。だからこれから点 AB における制約がつくんですね。まず今得られている事実をまとめましょう。 一つ目の式は、今言った、方線ベクトルが平行であるということを式に書きます。グラディアント F がグラディアント G の定数倍になっている。で、その定数をラムダゼロと置きます。なんでこのように置くかっていうと、これ単に習慣の問題です。歴史的な理由でこんな記号で置いていて、この定数ラムダゼロのことをラグランジュの乗数と言います。 でこのラグランジュの乗数は人によって定義が違ったりするから定数自体には深い意味はありません。まあ、ともかくこういう風な数が存在します。でこれが点 AB に関する一つの条件なんですね。点 AB における一つ目の条件はここに対応する方線ベクトルが平行ということです。でそれがこの式。でもう一つ点 AB に関する条件はその条件を満たす 曲線上の点である、つまり GAB イコール0だよというものです。これつまり A の2乗足す B の2乗イコール10。具体的な式で書くとこういうことです。点 AB の性質はこれです。で、点 AB の性質が2つあるんだけど、実はこの条件を満たしてるっていうことから逆算して方程式を解くことによってこの AB を特定することができます。 もう一回言うと、今、点 AB は未知なんですね。どこかで最大値を取るっていうことから、どなんか点 AB というものが存在するということは分か、幾何学的な議論から分かるんだけど、どこかは分からない。でも、ここに書いてあるような性質は満たす。実はこの性質を満たすものは候補は、この場合4つぐらいしかありません。そこから特定できるっていう話なんです。どうやって特定するかというと、 A と、B、とと B ラムダをセットしして考えましょうこれは変数が x、y、ラムダの3変数の方程式グラーディアント f イコールかけるグラーディアント g つまりグラーディアント f とグラーディアント g が平行になってるっていう条件プラス xy っていうのはその今条件を満たす曲線上に乗ってるという点だよっていうそこから来る方程式 こいつの解になってます。だからこの方程式を解いてあげるとちょうど極値を実現しているような AB と平行であることから来るパラメータそれをも求めることができるということなんですね、まあ、ちょっと今わからない人がいるかもしれないけど最後にもう一回まとめて説明します最後までご視聴ありがとうございましたもしよければ チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。えー、それではまた